甲牛肉の写真甲牛肉は未成熟の若いあるいは幼い牛というの肉である。料理書などで英語、フランス語の本字による外来語で載っていることの方が多い。甲牛肉は外見は牛肉より明るいピンク色をしており、肉質が緻密で脂肪分が少なく柔らかで、いわゆる牛臭じゃがなく淡白な味わいである。欧米では普通の牛肉よりも高級な食材とされ、 発熱やソテーなど様々な用途に使われている。特にフランス料理とイタリア料理では古くから好まれている食材である。さらに幼い、血離れしていない甲子牛肉を血飲み甲子牛肉といい、一層淡白な味である。甲子牛肉用には生牛としての需要が少ないオスの父牛の甲子牛が当てられることが多い。日本ではまだ需要があまりないことから一部。 北海道などで少量生産にとどまっている。ほとんどは海外オーストラリアニュージーランドカナダなどで生産されたものが冷凍肉として輸入供給されている。濡れこビーる主にホルスタインのオスを生後数日から10日、程度を母牛の入手体で使用し体重45から 70kg で屠殺した子牛肉。肉質は特別柔らかくはなく繊維が細かくしまっている。 ホワイトビール最高級の子牛肉。主にオスを生後間もなくクレートへ収容し、18から20週の間、特別に調整された大洋乳で使用し、体重 200kg 前後で屠殺したもの。明るくピンク色の肉であるほど高級とされ、高値で取引される。大洋乳には鉄分は微量しか含まれていない。鉄分不足を補うために子牛が鉄枠や、 自分の尿を舐めたり、牧草や土に含まれる鉄分を摂取するなどの行動を防ぐため、一般的に木の枠でできた、振り返って自分の尿を舐めることができないサイズの狭いクレート内で使用される。鉄分不足により、肉は非常に明るく淡いピンク色になる。また自由に動くことのできないクレートに収容することにより筋肉が発達せず柔らかい肉ができる。 小牛肉生産における高速化での高速肥育は動物虐待とみなされつつある。食肉用の講師は短期間で出荷されるため、経済的に減価率確保のため、肥育時間と健康管理コストは削減ターゲットとなる。食肉用講師の生産におけるいくつかの手法は動物福祉上の問題が指摘されていて、EU では2007年から身動きさせないための囲いを用いた、 飼育期間の短縮手法は禁止された。さらに、フィンランドでは、体重増加を促進するための、鉄分の栄養制限も禁止されている一方、日本での小牛肉生産はごく限定的であり、流通する小牛肉の大半は輸入品と推察される。古典的な飼育法では、離乳は5から6ヶ月年だが、現代の個体管理では、生後3日以内に、物理的に隔離される。子牛は 本能的に母牛の乳首に吸い付く欲求を持ち、これが断たれることで、代償行為など、欲求不満状態で認められる葛藤行動を招き、子牛の精神、情緒面へのダメージが生じるが、生乳と牛肉の経済的な供給のため欠かせない行為であり、我々消費者はその恩恵に良くしている。経済的に短期間で高品質な製品を製造するため、子牛が身動きできないよう、 固定された囲いに閉じ込めたり繋なぐなどして肉質が硬く赤くなってしまう運動を防ぐ飼育スペースを用いる品質管理手法が行われてきた。さらに蓄車の照明を制限することで運動と電力コストの両方を削減する手法も広く行われている。これにより幼い動物が本能的に行おうとする運動が制約され健康リスクとなる。一般的には 囲いが狭いほど、肘の腫れなどの身体症状は増加し、出荷時に歩行困難となる例も見られる。正常な孔子血中のヘモグロビン濃度は7メートルモルマイリットルだが、商業的には4.6メートルモルマイリットル程度。血液ヘモグロビン濃度が4.5メートルモルマイリットル未満になると、孔子の感染症の増加、免疫力低下の兆候が現れるに制限することが、 コストと製品管理面から定番となっている。半数動物である牛は4つの部屋からできている胃を持ち。本来は、牧草や藁など嵐漁を主食とするが、これらは鉄分を含むため、色料として多用される藁も含め排除される。この結果、半数欲求も満たされない。子牛肉の割裂日本へ伝わった。割裂は、この子牛肉などの素手料理である。その後、 トンカツのように多量の油で揚げられる、カツが主流になってからは、甲子肉を含む牛肉を使用したカツレツもカツも、豚肉に主流が移っていった。特ヤフージ所得の使用例、土地区検査等数、ハット AB About Caps Reard, ホービールコンパッションインワールドファーミング、フィニッシュアニマルウェルフェアアクトーブ1996、ザフィニッシュアニマルウェルフェアディクリオブ1996、 フランスの小牛肉の生産実態と、地上畜産の情報2014年6月号、後討圧し、哺乳育成機構誌の栄養管理が発育に及ぼす、影響、日本家畜臨床感染症研究開始4巻3号、2009年、92から96ページ。ビールフロムファームツーテーブル米国のオムショ中報ら、ただし、黒い牛乳2009年バトラー。 C. ヨーロッパプラン4版オンビールクレートザインディペンデント1995年12月14日 A.B. ゲリエル・フランシオン動物の権利入門緑風出版2018年66ページ A.B. マッケンナ c ザ・ケース・アゲンスト・ザ・ビールクレート・ HTTPS www.ciwf.org UK メディア 3818,635ケースアゲンストザビールクレート PDF コンパッションインワールドファーミングありがとうございます